騒ぎ破壊せ。やっぱあれだろ、これはもうあれしかないら。このトーナメントに優勝するから君の虫が進化できるぞ。バトル決定、いよいよ決勝。負けたらどうしよう。気合い入れていくぜ。まあちゃんとあった正しいやつを出してれば負けることはないよ。正しいやつ出せない。始まりました。アホだから。決勝戦、ヒント出るわこれ。出れねえな。まあとりあえずパワーは出しにくいもんで、パワーに気をつけないと。アウトの V 型セット。長コガネグモ。虫じゃねえだろ。虫だよ、コガネグモ。昆虫じゃないだけで虫だよ。バカじゃねえのお前。いけないことはないや、ヒントがあるからな。使うな。必殺技が効かないっていうことは、あれじゃね、必殺技出すとまずいってことじゃん。じゃあ、グーだぞ。やってみれば。よっしゃ。多分そういうことだ。切り切り使えるから、これで次、有利だぞ。とりあえず必殺技でいいよ。次何封じたかによって V ガジェ使うか考えよう。ダメージは何だ。チョキで押すんだ。これはチョキね。チョキ押せばいいんだ。チョキ。でこれ長子金雲でまた空中に。ほぼやんか。やっぱこの封じるのが強いな。ほら俺の言った通りにすればいけるから。攻め方変えたところで変わんね。グーだ。グーグーグー。食い方しまってねえんだよ。とりあえずパワーは出さない方がいい。チョキかグー、どちらか選べ。あ、やっちゃった。大丈夫だよ、これぐらいじゃ死なねえよ。死ぬな。これぐらいじゃ死なねえよ。嘘だろ。まだだ。お前の必殺技はちょっと薄いな。必殺技出すなよ。グーだグーだ。エルクレスオキシデンタリの攻撃。まあお助けできるかな。これは耐えられるか。追撃発生。ちょっと V ガジェ使ってカットった。ここは相手の技をランダムで封じる。使う氷の V ガジェ発動。パワーだ。同じものを出すのはロックじゃねえな。パワー。あの
のロックっていうのはあれかな、グーダスってことかな。だんだん分かってきたんだけど。変なヒント出すなこいつ。全部助け使えない。相手の武将。俺こいつ気に入ってるけど。俺様を本気にさせちまったな。チョキ出せばとりあえず必殺技を受けることはない。エルクレスオキシデンタルの攻撃。ワンピークライト。とりあえずね。一生いっぱいだから。グー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 。お前それ下手くそだな。なんかこれ難しい。次に返せよ。でこれ何封じるんだろう。チョキ封じてくれればパワーでやる。パワーが出せるんだよ。チョキだ、チョキ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 。とりあえずグー出して。パワーは危ない。このヒントパワーはダメ。おい押せ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 。なんで押さねえんだよ。お前死んだぞこれ。お前ボタン押せよ。負けてんじゃねえかよ。最後の負け方ありゃねえよ。出直してきやがる。もう一回やるか。最初から。赤足じゃね。違った。なんと大型だ。あと2回やったな。レアゲット。あと2回やったな。レアゲット。大型だ。もう面白くねえわ。いいな。それにしな。